午後2時頃より午後6時30分頃まで、東京地検特捜部の要請により小沢幹事長が事情説明を行いました。ではまずその概要につきまして、小沢幹事長の方からご説明をさせていただきます。今お話がありましたように2時から6時半頃まで、事情の説明を行いました。皆さんすでにご承知の通り、その内容は深沢八丁目の土地購入に関係する資金の問題と、それから政治資金報告書の点についてでございました。現地につきましては、最終的に私が皆さんの手元にもペーパーも配られておると思いますけれども、それを講演会のその当時あった資金を全てそれに当ててしまいますと、講演会の運営資金、活動資金がないとなくなってしまうと、まあ、いう状況のもとで、私の個人的な資金を提供する、貸し付けするということになったということでございまして、この点についてのいろいろなお尋ねがありまして、まあ、私は何も隠し立てすることではございませんので、私の記憶している限り、また事実をそのまま包み隠さずにお話を申し上げました。それから、報告書の問題についてでございますけれども、これにつきましても、いわゆる16年の売買が17年の売買のように報告されておるということの問題について、私にそれを知っておったのか、またどういうことでそのようなことになったのかというようなお尋ねでございました。私は秘書の事務所を兼用した居住不動産に、ついてのいわゆる講演会に対しての現地の貸し付けと、それを買うことに決めて現地を貸し付けたということが私の事実の全てでございまして、あとの具体的な事務につきましては当然のことながら、その担当の者が行ったということでございまして、私がその実務的な点についてまで、どういう場合でもそうでありますけれども立ち入って、関与したことはありません。まあ、特に、この問題につきましては私自身今日も全て、検察官の質問に素直に全て答えましたけれども、
そのお金についても別に隠し立てする必要の全くない、お金で、ございますし、またその日付を翌年に、いたしたからといって、政治家としてなんだ困ることもメリットも何もないわけで、ございまして、そういう意味において、私自身としてはこのような経理の仕方のされたということであるならば、それは私自身は全く私の立場からすればわからないというふうにお答えをいたしました。その他同じ問題につきまして、いろいろな角度から質問をいただきましたが、それに対しまして、具体的に私の知っている限りのことを申し述べたところであります。その お手元に配布しておりますペーパーのを読んでいただければ概略お分かりのこととは思いますけれども、本日の事情の説明はそのことが大部分のテーマだったということをご報告いたします。それではただいまから15分程度質疑のお時間を取ります。質問のある方は挙手の上こちらから指名をいたしますので、会社名お名前をおっしゃっていただいた上で質問をお願いいたします。前列の真ん中の方。